はい、ようやく本題に入ります。昨日6月8日土曜日、名古屋で焚き火の会と他社貢献コラボ食事会というのを開催しました。その感想をねお話ししたいなと思います。もうまずはね、焚き火の会のお三方も株式会社ビーズ細野隆史オーナーに、日本酒大学山本隆二社長、そして介護業界の革命家高橋マチャピロさんのお三方をお呼びしてですね、名古屋の、メゾン8ガーデンというところでね、ルーセントタワーの横の、お食事、まあよく結婚式とかをねされる素敵な会場だったんですけどね、そちらで、合計28名をお呼びしてね、まあ楽しいお食事会をねさせていただきました。もう私の乾杯を皮切りにね、すぐ焚き火の会のお三方に喋っていただいて、でそこからはねみんなでワイワイ、懇親会というかお食事会をねしていただいたという内容なんですね。まあもう焚き火の会のお三方はね、もうさすがさすがのもうトーク力でね、素晴らしく場をもうね回していただいて、もう細野オーナーがねちょっとふざけたり、山本社長もふざけてましたけどね、そこをマチャビロさんが的確にこう突っ込んだりとかでね、聞いててとても楽しかったですね。でまああとね、メンバーがまた濃いかったんですよ。もう他社貢献な方たちやね、もう細野オーナーのファンの方、山本隆二のファンの方、高橋マチャビロさんと仲良くなりたい方、そしてファンの方もいっぱいね集まってきてくださって、でも最高でした。本当メンバーがねなかなか濃いくてね、まずそのお三方と私と後藤健先輩でしょ、で谷拓さんにのりちゃんでしょ、で幼い先生に、幼い先生の息子さんね、この息子さんがね存在感強かった、17歳でイケメンでね吸収力がいいんですよ。もうこれやればってやったこと多分ねすぐやりますって言ってたんでね、彼は一気に大きくなるんじゃないかなと思いますね。お父さんの言うことを聞きなさい最初からで堂端龍一郎さんとね、長尾彩子先生と藤原志麻さんに、井上清隆さんに、他社貢献の魔王ね、で京都から浜野翔社長ね、そしてアミエモンね、アミエモンずっと竹子豚つけたよやばいよ本当。で坂本ひかるさんことピカールさんでしょ、で翔平さん、あの佐野翔平さん武士のね、かっこよかった昨日もね、あの着物最高でしたね。で三口秀幸先生でしょ、でボサッちゃんにヤスさんがね、最強事務局のねお二人で、野村さんはね、三口先生のお知り合いの方ですね。で奈良坂達夫さんと釈迦先輩でしょ、あさっきあの手前でボイシー撮ってた先輩ね、はい、ちょっと昨日私も飲みすぎてしまってね、先輩にだるがらみしてしまってごめんなさい本当ねでエミーナさんでしょ、で焚き火の会のお三方、ももさんにゆうこりんさんにかのみんさんね、で神谷誠さんという方が来てくれたんですよね。いや面白かったね本当。なんかね個性が皆さんめちゃくちゃあってね、後藤健先輩とか谷拓さんとかのりちゃんはね、私いつも一緒にいる他社貢献事務局の仲間でね、めちゃめちゃクラウドファンディング支えてくれたもう大事なお三方、もう昨日もね谷拓さんが席をね運んでくれたりとか、会場の雰囲気をね気を使って回してくれたりとかね、でのりちゃんもねいろいろこう気を使って皆さんと話してくれたりとか、で後藤健先輩はもちろんね、皆さんの状態を見たりとか、早く会場から出ましょうとか言ってくれたりとか、もう相変わらずのオペレーション力、お三方最高でした。とね、でも幼い先生もいつも通りのねもう軽快な、ね、トークに、もう昨日もヘアスタイルもビシッと決まっていてめっちゃかっこよかったですね。で息子さんともいっぱいお話ししてね、であと堂端さんともね結構昨日いろいろ仲間じゃない話せてね仲良くなりました。本当ありがとうございました。長尾先生とも昨日ねお初だったんですけど、長尾先生はまたチャーミングな方でね、可愛らしい先生ですよ本当ね。クラウドファンディングもこの前888,880円とか、なんかもう全部8なんですよ幸せな数字だぜ本当ね。もう長尾先生めっちゃいい方でね、話しやすかったですね、可愛らしい感じでした本当ね。で藤原志麻さんはね、昨日もうカメラいっぱい撮ってくれてね、カメラ撮るんじゃない、写真撮ってくれて、それアルバムに起こしてくれたんでね、皆様に送らせていただきましたけども、最高の写真でしたね。私も SNS にね時間があったら今日貼りたいなと思っております。で他社貢献の魔王、井上清隆さんはね、もう相変わらずのムーブメントで、他社貢献なね T シャツを今回販売するということでね、もうガンガンしてください、もう復旧してください、 T シャツをね。で浜野翔二さんもね、昨日京都から来ていただいていろいろ話せました。もういつも私お世話になってるんでね、浜野さんに頭上がりません本当、いつもありがとうございます。またね8月3日土曜日の講演会も来てくれるんでね、浜野翔二さんといっぱいお話ししたいなと思っています。でアミエモンはね、もう相変わらずアミエモンでね、もうタケコプターの、ね、威力が強すぎてね本当ねどこに行ってももうね相変わらずねアミコさんは、最高です、面白いですね。可愛らしいしね、アミコさんはね可愛らしい上にこうおふざけを持っている、エンタメ力を持っているというですね、もうなんでしょう、もう他社貢献の中でもアイドルのような存在で、あアイドルなんだ、実際アイドルなんだよ、そう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 
そうなんです。あ、実際アイドルされてるんですよ。もう一番星の生まれ変わりなんですよね。アミエも相変わらず面白かったなと思います。で、ピカールさんですね。ピカールさんも面白かった昨日ね。あんまりこう、深くお話できなかったんですけど、終わりに来てくれて、いや、面白かったですって言ってくれてね。いや、こういうコミュニティ最高っすよ。もっと楽しみましょうっていうね、空間でね。お話しさせていただきました。でも武士こと佐野翔平さんはもう相変わらず武士でしたね。熱かった。もうそんでイケメンだったね。今度翔平さんとアミコさんのね誕生日会イベントやるって言ってるんでね、名古屋でやるって言ってるんで、もしよかったらこれもね、移動できる方は来ていただきたいなと思います。絶対この二人の誕生日会とか楽しいに決まってんじゃんって思うんですよね。で、三口先生とフェイスブックライブするっていう話したんだ。あ、いつだったっけ、やば。ちょっとまた連絡取り合います。もう三口先生は私めちゃくちゃもうね、お世話になっておりますんでね。三口先生にもう100万ぐらい支援してもらってんじゃないのかな。何もお返ししてないんですよ、まだ。やばいっすよね。いや、ほんと何かお返しできるね、機会を伺っております、私はね。で、ボサちゃんとヤスさんもね、相変わらず最強事務局でしたね。もうヤスさんはやっぱちょっとお酒飲むと顔が真っ赤になっちゃってね。大丈夫ですか大丈夫ですかヤスさんってなってね。でもね、昨日のヤスさん髪型もピシッと決まってかっこよかったっすね。ヤスさんね、X ジャパンを倒せると超うまいんですよ。マジうまいんですよ。ちょ、誰か一回カラオケ行ってみてください。うますぎて弾きます。私まだ覚えてますからね。カラオケに一回行ったことあるんですよ、ヤスさんと。ね。うますぎてちょっと弾いてしまったっすもん。え、何この人って。うますぎるやろ、この X って思ってね。そのぐらいね、パネかったです。はい。で、野村さんですね。野村さん、あんまり昨日お話できなかった。残念だな。でもね、また会った時はめっちゃお話したいなと思います。もう、釈迦先輩は昨日絡みまくったもんね。もうね、釈迦先輩の部屋行って飲もうぜなって言ってましたもんね。結局、下で二人で喋ってね、もう寝るかってなったんですけど。めっちゃ近かったですもんね。ホテルもすぐそこでしたからね。もう多分、釈迦先輩帰ってるんじゃないかなと思います。で、エミーナさん、昨日あまりね、深くお話できなかったんですけど、またちょっとね、お時間の時お話しできましょうよね。エミーナさんの昨日ね、ご職業とかも聞いてね、面白かった。はい。非公開なんでね、気になる方は皆さん聞いてみてください。教えてくれるかはわかりません。はい。あ、そうなんだって思いました。面白かったですね。で、あ、ももこさんね、もう、たきみの会くのうち、ももこさんもめちゃくちゃ面白い方だったよ、ほんとね。もうほんと会った瞬間ハイテンションだし話してて面白いしね。いや、ももこさん楽しい方です。今度ね、ガールズバンドというのをね、組んで、ももこさんとアミエモンドラマーで、あとちょっと別の方はメンバーわかんないんですけど、なんだろう、今時の歌めっちゃ歌ってくださいってお願いしたんで、ももこさんはね、近々ガールズバンド組みますんで、皆さん応援しましょうね、一緒にね。ももこさんのボイシーパーソナリティもやってるんで、皆さん聞いてみてください。フォローしてくださいね。で、あ、ゆうこりんさんも相変わらずチャーミングでね、可愛らしくてね、ラルクアンシェルでした。本当にね。相変わらずもうね、乾いた風にね、絡ませてって感じでしたよ。もう歌詞がわからなくなった。はい、そんな感じで。ゆうこりんさん相変わらずね、可愛らしくてね、面白い方でした。あ、そうそう、明日ゆうこりんさんとボイシーするんでね、皆さんよかったらアーカイブでもいいんで聞いてもらえれば嬉しいなと思ってまーす。で、あ、かのみんさんがね、かのみんさん私昨日初めて会ったんですよね。びっくりしましたね。びっくりするほど美人でした。はい、まず第一印象が。わおって、かのみんさんってこんな美人なんだって思ってね。いや、ほんとびっくりしました。かのみんさんの印象が、美人で目が大きかった。うん、それしかない。もっと褒めろとね。内面とか褒めろと。いや、でもなんかもうね、この焚き火の会くのいちのお三方の時の外で話してたんですけど、もうね、ほんとね、聞き上手で、なんだろう、褒め上手なんですよ。めちゃくちゃ褒めてくれるし、なんかもうね、そこら辺のキャバクラより絶対あの三人にお金払った方がいいって思いました。相当褒めてくれるし、美人だし、もう性格いいしね。いやー、もう焚き火の会くのいちにはあの三人がいればね、もう焚き火の会も安定ですよ。カモビズももう安泰ですよ。はい。皆さんもうカモビズに入ってる方はね、もうこのくのいちさんたちと仲良くなった方がいいんじゃないかなと思いましたね。はい。まあ、そんな感じ。あ、神谷誠さんとちょっとお話できなかった。ごめんなさい。次お話ししたいですね。よろしくお願いします。で、もうね、言うことなく、やっぱり細野オーナーと山本隆一社長と高橋マチャピオさんの存在感とね、カリスマ性ですね。いや、すごかったもんね。やっぱあの3人が揃うとね、ちょっとやばいっすね。なんだろうね。オーラがすごい。まあ、山本社長が来た瞬間からもう歌いながら入ってきましたからね。何歌ってんすかって言ってね。もうね、いでたちがもうね、かっこよかった。もう細野お名前山本社長の高橋マチャピロさんもね、マチャピロさんなんかもう、ガタイがすごいから圧倒されましたもんね。うわ、かっ
こいいって言ってね、あんな3人でやっぱなりたいっすね、ほんと。ならないとダメ、もうね。皆さん目指していきましょう。というわけでね、焚き火の会、名古屋、最高でした、皆様。ぜひとも写真を見てほしいなと思います。